なんだ、様子が変だぞ。何が起こったの？辺りが荒玉で満ちておる。このように突破して健康が崩れることが。Yeah!
役に立つ。はい。
何か関係ありそうね。
終わったよね。なんとか上がってこれたけど、ちょっと足をやっちゃったみたい。あのバカガッパ。私はずっとあやかしは全て彼って教えられてきた。あいつは何かあって、それがいいことなのか分からなくなってきたなんて。今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行ってて、すぐに追いつくから。あとこれ持ってって、こないだの腕。
一人残らず。
この力があればお前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。半兵衛と二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど家死は己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。募る話がありましょう。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。
あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に向かってくれますか。かつての友の表現、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし、いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は京の平等院へと封印されました。ところが、大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を新たまで満たし、いつしか己神をよみがえらせんがため、不死の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし、今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。